はいどうも、カッパインチです。さて、今度はまたなんか、ねえー、痛ましい事件がね、しかも場所、また旭川ですよね、北海道のね。こニュース見ました、ねうん、てっきり、てっきりというか、どうなんだろう。なんかよく似てるっじゃ似てません、ねうんまあ、逮捕されたのは女性2人と男性1人、女性、ん逮捕されたのはまだ今のところ女性2人なのかな。うん、一応、ほとんど未成年。 一人成人がいて、なんかこの内田容疑者っていうのがね、うん、何したかっていうのは、これニュース見ましたがね、橋から突き落として殺害したっていうね、すげえことやるよな、うん。しかもこれね、まあ、高校生が亡くなってしまったんですけども、まあ、めちゃくちゃですよね。まあ、脅迫で、拉致監禁、でなんか性暴行、でもって1 1ね橋の上から突き落とす。 いやこれはもういじめとかじゃないでしょ普通に殺人事件だろねうんでもこれまた旭川だしななんかよくわかんねえ無罪方面みたいなことになりそう旭川ってなんかそういう町なの、まあ、おかしくねあのー、ね例のあの痛ましい、ね、いじめという名の殺人事件結局うやむやにされちゃったじゃん ね、だって堂々と主犯格のやつらみんなみんな普通に人生謳歌してんだろどう考えてもおかしいよね,ねそう思いませんかやっぱり日本って犯罪と犯罪者に対して、ね、なんか甘いよね甘いじゃないな何だろうねだいぶ間違えてるよねどう考えてもさそんなことないですかねではなんかねこのニュースもニュースで 何かやっぱり実際のところどうなのかっていうのをなんかね伏せをう伏せようみたいなこれぐらいで切り上げないとあれかなみたいななんかそういうのを感じるんですよね、うん、だからやっぱりなんか変な圧力というかさそういうのがなんか,もうかかってるような気がするんだけど、まあ、今のところまだ気がするっていうだけでね、うん えー、北海道石狩川あ24年、えー、5月17歳ね、えー、高校生女子が遺体で見つかりましたよとで警察が21歳の女これが何つ、えー、だっけな、えー、内田容疑者か,なかこいつがまたなかなかのこふざつきの悪っぽくてなんか売人とかって言われてるな、うんで えーまあ、SNS をめぐるトラブルがあったみたいなふうに報じられてるんですよね。なんか勝手になんか画像を使われたのなんだかんだみたいなそんなんで人殺すかね、えー、で、まあなんかあ、2人の間に亡くなった高校生はまだ、えー、どこの誰さんかちょっとよく分かんないんですよね、まあ多分こういうのも特定班とか動いちゃうだろうからね。 と思いますがうーんと、まあ、なんかね旭川市の中心部から車で30分ぐらいのところ、えー、上大橋か、神大橋か、まあ、橋ですかね1 1ル下の川に転落させられたものとみられているとでそのまま高校生はね下流の方に流されて亡、まあ、くなりましたということなんですよね。いやーひでえな 要はこんなことしますよね、確か4人がかりじゃなかったかな、もっと後から出てくるのかな、とりあえず2人逮捕されたんですよね、留萌市の17歳、えー、高校生を橋から川に突き落として、えー、殺害したとして、えー、旭川の、えー、内田容疑者と19歳の女性、えー、少女か、殺人の疑いで逮捕されていますと。 今回の事件は高校生の親族が警察に行方不明届を出したことで分かりましたと警察が捜索したところ5月下旬にこの橋から下流の石狩川で遺体を発見しましたと溺れたことによる窒息死だったんだってそっかでその後の捜査で12日に内田容疑者ら2人が逮捕されましたと SNS でトラブルなんですかね えー、警察によると、内田容疑者が2人が女子高生が SNS で内田容疑者が写る写真を無断で使用したことをきっかけに犯行に及んだとなんだそれはな、えー、警察によると事件前写真を使用されたことを知った内田容疑者が SNS で高校生に電話をかけて脅迫したとで、えー、事件現場から高校生が住む留萌市まで直線距離で5 0キロ でその5 0キロ離れたところに、えー、事件現場からこの高校生が住んでたた留萌市まで、えー、車でね、えー、迎えに行き <laughs> 迎えに行きじゃねえだろうで他になんかこの共犯者がね、えー、16歳の少年少女み全部で4人いたんだよねで4人でもってこの高校生を車内にこの押し込んでらちって監禁だよね要はね。 しかも、なんかこの性暴行、わいせつな行為をした。多分なんか写真撮ったとか、あれですかね。ひんむいてなんか映像を撮ってね脅すネタに使うみたいな、そういう感じかな。19日の未明に犯行に及んだと。で、えー、内田容疑者らはこうした一連の犯行についてもすでに逮捕されていたと。で、えー、まあ、なんかこの容疑者を知る近隣の人たちは、 まあなんかたつきの悪みたいなことを結構言われてますけどね。うん、いやー、むちゃくちゃだな。やっぱなんかあれだよね、えー。もうすぐ切れやすいやつだったみたいな。なんか問題児、うん、問題児というか、なん,かなんだろうな。あの鼻つまみ物じゃなくて、な何て言,なん言ってん,んだろう。まあ、何にせよ、人の命を奪ったんだから、ねあの。その場合は ね、最低でも死刑、ね、それが当たり前のように、うん、だって抑止力も何も働いてないもんね、うん、なんかやっぱ軽く考えてるっぽくないですかこんなんね4人で囲んでなこれもなんだ旭川流だとこのいやいじめでみたいなそんな感じにしちゃうのかな旭川に任せてたらなんか警察もなんか何もかもねこれでまたあれじゃないのこの,この内田容疑者 この人に限らずほら4人いるんだから誰か1人でもさなんかちょっとこの市議会議員のね息子とか娘とかさなんかそういうのなんか引っかかるようなやつだったらもううやむやにされちゃいそうだよねそんな気しませんだって実はそういうことやるじゃんこの町って怖えとこだよなほんとなんでこう犯罪者のねやったもん勝ちが許されてるんでしょうか日本社会っておかしくないですかね こういうのを正すにはどうすりゃいいのかなねえうん同じ人の命を奪ってもさねえうんどこの誰なのかによって随分変わりますよねねえ人跳ねても随分変わりましたよねうん人の命を奪っておいてさなんだろうなまあその司法も含めてですけども やっぱり結局行き着くところは日本国内の、ね、反日売国勢のこの淘汰粛清殲滅のような気がするんですけどね、うんまあ、人が亡くなってるんでねままずはお悔やみ申し上げます真相解明、ね、真犯人というかこの犯人ではもう厳罰というか、うん、確実に、ね、なんだろう ま、罪はもう償わねえだろうから、うん、どういう形がこの遺族の人たちは一番納得いくのか分かりませんがね、うん、いやしっかりとね淡々としっかりとどかしな、ね、罪人も罪人としてね裁いてもらいたいですけどどうなることでしょうかねということで今回は以上です